皆さんこんにちは。神谷まるごと高専クリエイティブディレクターの村山美優です。神谷まるごと高専プログラミング担当の鈴木和真です。今日は神谷まるごと高専にまつわる100の質問に答えていきたいと思います。それでは入試編です。どうぞ。入試、いつから何を頑張ればいいですか？はい、入試対策とても難しいんじゃないかなというふうに思うんですけど、私から3つ皆さんにお伝えさせてもらいます。まず1つ目はとにかく物を作るということですね。皆さんの頭の中にあるアイデアを形にするものづくりにとことんチャレンジしてみてください。そして2つ目が、とにかく行動してみるということですね。何か気になることだったり、興味のあるものがあったらその現場に行ってみるとか人に会ってみるとか、そういった行動アクションをどんどん起こしてほしいなと思います。そして3つ目がですね、とにかく数学をやっといていただきたいなというふうに思います。入試過去問はありますか？はい、ウェブサイト上に、掲載しております。入試過去問以外にもですね、出題の意図だったりポイントについても細かくご紹介をしていますので、ぜひチェックしてみてください。入試過去問の回答が知りたいです。これはごめんなさい、公開していないんですけど、なんとか皆さんで頑張って解いてみてください。正解のない問いの例はありますか？はい、これはですね、まずは皆さんが中学校卒業して、どんな学校に行きたいか、その後にどんな大人になりたいか、そんな正解のない問いにまずは考えてほしいなと思います。でそれ以外にもですね、身の回りにたくさん正解のない問いってあると思うんですよね。例えば、皆さんが不便に感じていること、不満に感じていること、不安に感じていること、こういった負のつくものを見つけてそれを解消するアイディアなんてものも、正解のない問いの例として考えてみるいい機会になるんじゃないかなと思います。日本の成績がなくても受験できますか？はい、できます。実はですね、年々海外からの受験生が増えています。海外からの受験でも必要な提出書類を出していただければ受験いただくことができます。帰国子女でも受験できますか？はい、できます。日本語のレベルを N1 レベル以上とさせていただいてますので、それを達成していれば受験いただけます。オンライン受験は対応していますか？はい、一次試験はですね、完全オンラインで、実施をしています。これは学力試験も含めてオンラインでの開催です。ただしですね、二次試験に進んでいただくと、実際にこの徳島県神山町に、来ていただいて、対面で面接をしたりとか、ワークショップの選考をしたりとかっていうのをさせていただいています。サマースクール参加者は入試に有利ですか？いいえ、そんなことはございません。もちろんですね、サマースクールに来ていただいてものづくり力とか探究力っていうのを高めていただけるとは思うんですけど、実際ですね、過去もですね、サマースクールには参加できなかった方がですね、最終的に、合格を勝ち取ったっていう方もたくさんいらっしゃるので、これからぜひ入試に向けて、挑戦していただければなと思います。神谷まるごと高専を体験できる機会はありますか？はい、オープンキャンパスを随時予約受け付けております。それ以外にもですね、神谷まるごと高専たくさんイベントを実施していますので、詳細については公式 LINE の方をご確認いただければと思います。3期生の学費も5年間完全無償ですか？はい、完全に無償ですのでご安心ください。以上、100の質問入試編でした。これからもですね、どんどん動画をアップしていきますので、ぜひ神谷まるごと高専のチャンネル登録お願いいたします。またですね、学校に関する最新情報やイベント情報は、LINE の公式アカウントから、発信させていただきます。ぜひ公式 LINE の方も登録してみてください。今画面出ている QR コードまたは、概要欄にありますリンクから、飛んでいただけますので、ぜひ登録してみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。